地域別新潟弁調査してみたバッグモナメガネ関田ですどうも関田雅人ですお願いします <noise>、はい、今回ですねまあ地域別でですね新潟弁やっぱりにュ違うんじゃないかということで調査してみました僕のツイッターで六つのワード出しましてこれどんな言い方しますかっていうことで <noise> ツイッターで投稿募集したら まあ結構地域差出るもんですね。面白い。なので今日はですね、どんどん紹介していきたいと思います。それではお願いします。さあ、まず一つ目のワードはこちら、はい。寒いでございます。寒いをですね、まあ地域によってやっぱ言い方微妙に違うみたいなんで、ご覧いただきましょう。<laughs> <laughs> はい。まあ、サーメっていうのはね、え中越下越に多いですかね。で、あと、十日町にはサビ。サベー。 みたいな。で、あと、村上市、朝日まあ、山形とか福島に近いところですけども、酸味、酸美。ちょっと違いますよね。上越糸魚は、寒い。で、長岡と佐渡がなんか似てて、サービっていうのと、サーブだから僕、サーってみんな言うのかなと思ったら、意外と、酸味、民家を使う人とか、サーブ美を使う人。面白いですね。はい、こんな感じでどんどん紹介していきますよ。よろしくおします。 さあ続いてです。続いてはこちら。はい、捨てるです。ま、捨てるもね、やっぱり方言使いますよね、皆さん。これも微妙に地域と出ました。ご覧いただきましょうと。はい、大きく違うってことはないんですけど、やっぱブチャルが一番多かったのかなっていう感じがします。あとはビチャル、ベチャル、投げるっていうのがいて、投げるいうとこあるんだね。 上越テールはブチャルビチャルベシャル投げるなどがありましたさあどんどんいきますよ続いてはこちらやらなきゃいいこれも新潟弁やっぱ違いありましたねご覧いただきましょうどうぞ、はい、僕は死ねばいいっていう恐ろしいワードですけど死ねばいいっていうんですけど、まあ、あの新潟市の人でも死ねばいいっていう人はいるみたいなんですあとは心配 とか、ね「死ねばえ」シネバリ「死ねばり」「死ねばり」ですよ。「死ねばり」ってめっちゃ怖いですもんね。殺される針みたいな。だ上越とか糸魚川行くとやっぱ違うんですよ。「死んでもいい」スネバイ「すねばえ」「死きゃい」「千きゃい」「千きゃい」はもうちょっとこう新潟というよりまた別の地域寄りな感じしますもんね。 それは死ねばいいって僕がここであるある言っても糸魚川の人に通じなかったりするわけだ。面白いですね。まだまだあります。行きましょう。さあ続いてです。続いてはこちら。はい。たくさん。まあ、量が多い的な言い方ですね。たくさん。これをどういう風に言うかご覧いただきましょう。はい。いっぺごと。ね。僕はいっぺごとっていうとも多い。あと、いっぺこと。ね。ごとこは変わるところも結構ありました。 で、やっぱ佐渡はね、ちょっと違うんだよね。いっぴゃ、行産。う関西弁っぽいっすもんね。やっぱり佐渡はね、昔の歴史があるのかな。行産。関西弁だと思いますもんね。あと、ちょっとこう、上越糸がやっぱり違いますね。え、せっぺこととか、でかいこと。 でかいことふったねえ、焼きって言うってことでしょ。いや、違いますね一いっぺごと、いっぺごと、いっぺぐらいだと思ったら、え行さん、引いた。行さん、引いた。行さん、言いた。さあ、続いてはね、こちらです。はい。あなた、ね。あなたは、あなたどう思ってんのみたいな感じでね、呼びかける時の言い方です。はい、こんな感じになりました。 おめさん、おめ。これも僕めっちゃ使う。おめや。おめさんや。ね。僕の地域では。で、これどうなのかだったら、なあ。ありましたよ。なあ。<laughs> ぶしつけな呼び方だな。あと上映ツイート違いますよ。いろんな出ましたよ。うめ。うめさん。おまん。おまん。おまん。きさん。われ。いや、ちょっと待って。 え、こう、そんな違うもんなんだ。で、サードはやっぱ違いますね。にしゃ、おみゃん、おみゃん。もう怖いわ、俺。そんな言われたら。<laughs> おめさんらと思ってたら <laughs>。そんな風に呼ばれたら怖いもんな。全然違いますね。さあ,あ、最後ですね。これが一番違いました。もうすごい違いが出ました。それはこちら。はい。ああ、まあ。 などの簡単詞。まあ、びっくりしたい時とかに使う言葉。はい。それがまあ一番地域差出たので、えー、行きましょう、こちら。僕なんか、いやいやいや,いや、あきゃ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 とかね、あこれはなんか僕はわかるんです。僕の地域の方は。あと、こここここれもわかる。長岡なんか、おっとどういうか上越地域差とは僕が喋ってた新潟弁と違う。僕が新潟弁と偉そうに言ってたの全然違うんだなと。 勉強になります。こちら。ああ、さあさあ。ね。どうす、じゃ、さあささあさあ。さあさあはもう全然違う。どういどういのうん。いや、うーん。わかんない。もうわかんない。もうどういう言い方が正しいかね。うん、ーん。ああ、びっくりしたとき何て言いますって言ったらもう。うーん。<laughs> それはどの地域のの影響を受けてるんでしょうねそ,のそのおじいちゃんおばあちゃんだけなんじゃないかと思っちゃうけどいやーまあ一個一個ねいろいろ聞いてきましたけど新潟ペンと言いながらやはり長いですしね佐渡もありますから地域差出ますよ。でもあんまり地域差が出なかったものもあるからこれもうちょっと探していくとね意外と新潟県全体で同じ言葉使ってるものってなんか一個ぐらいんじゃないかなと。 思うので、引き続き調査はしていきたいなと思っております。はい、それではまた次回でございます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。